はいそんな中ですねあの星さんが、えっと、ノートでですねこの今回のツイッターの機能不全という、まあ、なぜ要するにデータスプレーピングに問題があるので制限を増やそうというぐらい、うん、まあそれぐらい多分おそらくまあ えー、バックエンドとかインフラの,のエンジニアが、まあ、多分もう追いついていないっていうことあるいはそこに対してのコストみたいなものをなるべくあの下げようとした結果トラブルが生じてるっていうことが、まあ、現実には起きているだってツイッターがイーロン・マスクさんが就任してから劇的にユーザー数が増えてるなんて話は聞かないわけですからね。っていうのを考えると明らかにこのエンジニアを減らしたことのそれによって障害に追いつかなくなるっていうことが、まあ、出てきてるっていうことが まあ、合理的には考えられることだと思うんですが、まあ、そのあたりも含めて、はいえー、このノートの記事で、今起きていることというのを、かなり細かくいろいろなことがあるということでまとめられています。はい、ま,あまずあの、今回のこの閲覧制限というのをあの、ツイッター社がかけざるを得なくなった背後には何があると思いますか <laughs> これもですね、まあ、だからこのノートの記事では、イーロン・マスクさんの発言をまず紹介して、あとその世の中で言われていることをまあ記事のリンクをつけて紹介するっていう、まあ、ちょっと自分用のメモみたいな記事だったんです。ただからこの背後に何があるかってことを考えると、ちょっとうのみにできない、正直言うとうのみにできないと思ってるんですよ。でイーロン・マスクさんはこうスクレーピングとか、まあ、違法なシステム操作が増えちゃったって意味のことをツイートしてますが、 それはどこまで本当なんだろうっていうところからちょっと話を始めた方がいいかなと思っていて、あのーまあ、一応合理性で考えると一つの説明は API を売りたかったっていうのが合理的な説明なんですよね。あ<ー>あのー、ただね、この説明だけじゃね、起きてること全部説明できないんですよ。うん、でもう一つはですね、イーロン・マスクさんは最近、チャット GPT 対抗の AI を作ろうとしてるって話があります。うん で自分も AI を作ってるのに、他の AI 会社が自分のツイッターの情報をただで取っていくのが腹が立つ、この腹が立つっていうツイートをしてるんですねで。つまりそういうライバルの AI 会社の邪魔をしたかったっていうのが、どうも大きな動機の一つである可能性があります。で,でもこれ ただね、これも非合理的なんですよねそのごく一部の人たちが勝手をしているから、全員を制限するって彼は言ってるわけで、これ、どう考えても不合理なんですよ。ただ、そういう不合理なことをしなきゃいけなかった理由も多分あって、あのテクノロジー組織がまともに機能していれば、そのごく、まあ、数百のアカウントが違法なあ大量のデータ取得をしていたって彼は書いてるので、その数百アカウントを特定して潰すみたいなことを、 自動的に潰すみたいなことをねエンジニア組織がやればいいんですよ。で、Google のような会社だったらばそういう対応すると思います。ユーザーに知られない間に、そういう一部の不届,不届きのアカウントを制限するっていうことを、ユーザーにそそられないうちに多分やっていたでしょう。で、そういうことをする余力がもうないので、しょうがない、全員制限しろみたいなことを、多分イーロン・マスクが決断してやっちゃったんでしょうね。技術的にはそのほうが簡単ですから。 あのー、今ね API を売りたかったんじゃないかっていう話があるんですけど、はい、まあこの番組の視聴者テック系の話題に強い人もいると思うので API とは一体何なのかそどういうことかこと、ね、っていうちょっとその辺分かりやすく視聴 <laughs> 者にも分かりやすくすご説明いただけると。 私が記事に書いた書き方だと、API っていうのは、ツイッターのサービスから、プログラムを使って、よそのプログラムを使って自動的にデータを取り出す窓口のようなものっていうような説明をしたんですけど、ツイッターにとっては正面玄関みたいなものですね。うん、で例えばトゲッターってサービスがあるんですけど、あれはこの API っていうものを使って、ツイートを取得してまとめるっていうサービスなんですね。 うん、で他に今まで、まあ、もう今は潰れちゃいましたけど、ね、夜ふくろうとかいろいろなツイッタークライアントがあったんですけど、サードパーティー製ツイッタークライアントっていうのは API っていう窓口を使ってツイッターとお話をすることによって、まあ、クライアントの機能を提供していました。そののいわゆる,いわゆるウェブ特定のウェブサービスをそのウェブサービスにアクセスしなくても、 部部のもののもかからら呼呼びび出出せせるるっていうのの、はい、外部のプログラムから合理的にだからよく分、まあ、かりやすい例で言うと我々例えば Google マップってすごく利用者多いと思うんですけどスマホで一時で、はいはい、でもあの Google マップって別に Google マップからしか利用できないわけじゃなくて例えば食べログのアプリとかからも Google マップが呼び出されて見れたりとかしてあるいは Google がマップを API として他のサービスやアプリから利用できるようにうまあその窓口というか出口を作っているから利用できてで Twitter もそういう API て API っていうのをかなり初期から利用していたのでいろんな開発者が便利なサービスを作って、まあ、それで一緒にツイッターと一緒に発展してきたっていう背景があるわけですよね。それは無料で提供してたんだけれども,もそれはもう無料で使えるんじゃなくてちょっと金取ってこの API を使いたいんだったらちょっとお金取りますよっていうことを急にあのイーロン・マスクさんが言い始めたというのがここ最近の出来事だったわけですよね。最近です、ねはいあの まあ、ちなみに Web2.0 っていう言葉が流行った頃マッシュアップって言葉が流行ってましたけど、マッシュアップって言葉の奥にあるのが API なんですね。だから今の Google マップを埋め込むとか、まあ、あとツイ,ツイートを別のトゲッターのような別のサービスで使うとか、こういうのをマッシュアップって呼んでたんですけど、それに使われる仕組みが API だったってことですね。ちなみにあの、うん、Twitter の内側でも内部的なにも API っていうものは大量に使われています。 ツイッターの中にたくさんのサブシステムがあって、そのサブシステム同士が API を通してデータをやり取りして全体として一つのシステムとして動いている。だから不具合が出るときに API 制限に引っかかりましたみたいなよくわからないエラーメッセージが出ちゃって、それでみんな API が出たって言ってこう心配するとかそういうことが起きたわけですね。で まあその API が生で無料だったのをまあ有料化して、しかも例えば100万ツイート取るために月額50万円50、5000ドルとかね、その上はもっとお金、ちょうだいみたいに非常に高くしちゃって、例えばそのツイートの分析をしていた大学の先生の研究者のような方々がこうア,カデミア,にアカデミズムに開放されていた API も閉まっちゃって、ツイートの分析ができなくなったってこうぼやいてますよね、うん。 でこの API が止まっちゃうと次にどうするか、あの手は二つなんですよ。一つは API を高いお金を払って買うことで、もう一つはさっきのスクレーピングってことをやることです。うん、つまり、ツイッターっていうのはウェブで誰でも見られるわけですから、誰でも見られるウェブを自動的にこう、まあ、ウェブを勝手に、ね、そうです、自動的にクロールしていく、自動的に解析しちゃうロボットのようなプログラムを作って、でそのウェブサイトからどんどん,どんどんどん情報をもらっちゃうと。 ただこれは API は合理的に作られているので負荷がほどほどなんですけど、スクレーピングを得られるとウェブサイトの負荷が上がるわけですね。うん、そうですよね、えー、だから API を適切に使ってもらうのが正しかったんです。スクレーピングを増やしたっていうのは、これは施策が間違っていることを示しますああのでもそれはすごくよく流れが分かりました。というのも、えーまあ、つまりだから前段として、 えー、イーロン・マスクが API っていうのはかなり高い価格でもう制限をつけるようになって無料開放みたいなのをやめたと。でやめた結果でもそうするとその値段も高すぎるし払えない人っていうのは API に正規料金を払うんじゃなくて、まあ、データをスクレーピングするっていう、まあ、別の手段をやってそういうのアクセスが増えてその結果あの負担も増えたし実はもう一個やっぱり重要なのが、まあ、星さんのノートでも書かれてるんですけれども,あのも今のよ Twitter ってねあの今まではあの会員になってなくてもあのアカウントを持っていなくてもブラウザ上に Twitter.com スラッシュツダとかってのやると僕のツイートは見れたんですよね、まあ、ブログと同じようにネット上に公開されていてだから検索エンジンにも引っかかってたしログインをしなくても情報が見れていたものを急にこれもあのここ1週間ぐらいで。 あの、見れなくしましたよね。あの、会員でアカウントを持ってない人は。はいはい だからこれってだからねこれもだからさっきの,あのイーロン・マスクが言ってた公共のプラットフォームを守るっていうふうに言っていたのにあのログイン会員になってない人はツイート見せませんよってこれつまりツイッターがインターネットではなくてインターネット内のツイッターネットワークっていうなんか内部のネットワークに閉じるってことを意味してて検索エンジンに引っかからなくなるっていうことですなわちそれはフェイスブック化するっていうことですからどこが公共なのっていう話で言うんだけれどもでもそれも。 でそれもある種なんかなんか考えてたというよりもデータスクレーピングをする人が多くなっちゃったからじゃあスクレーピング対策するわっていうのであのログインしてないやつには見せないようにしたっていうそういう流れがあるんでしょうね。う実にアドフォックで切な的ですね。めちゃくちゃですねやっぱね。めちゃくちゃです。いやなんか最近ですねで<も>あ最近あの、はい、僕あの二週間に一回あのジャーナリストの青木おさんとあの番組やってるんですけど青木さんが津田くんなんかあの あのツイッター今まで俺、アカウント持ってないんだけど、なんかログインしないと見れなくなっちゃったんだよ、あれどうなのっていうふうに聞かれて、<laughs> 前回ね、いや、え、そんなことありますかってったら、本当にそうなってたんで、まさかそんなことが裏側で起きてたとかってのは思いましたね。えー、まさかなん、ま、本当にまさかなんです、これは。で、まあ、これも理由はだからスクレーピング対策であるとマスク氏は言っていて、まあ、それは多分そうかもしれませんね。うん、あの誰でも見られるウェブじゃなくてあの、ログインしなきゃ見れないようにすることで、その、 まあ、スクレーピング対策にはなるんだけど、そうすると今度はログインしてスクレーピングする人が増えてしまい、そこでもういい10羽からげに全員の取得できるツイートを制限したっていうのが今回の流れになります。うん、で、まあ、私、さっき言ったように、これもエンジニアリング組織がちゃんと基本してれば、そこまでそんなことしなくてよかったはずなんですよそのと。異常なスクレーピングだけを制約する方法は、エンジニア組織がちゃんとしてれば作れたはずですから。 うん、そうですよね、そして星さんのね、このノートの記事では、もう一つね、えーまあ、この API 制限、<laughs> そしてミログインの閲覧停止に加えて、<laughs> セルフ DDoS 疑惑っていうのがあって、これ、これ何でしょうか、これ、これも一,もう一部です非常に話題になってるんですが、あのーまあ、あるプログラマーの方がマストドンに投稿して広まった情報なんですけれども、まあ ログインしないと見れないようにしたってことは、今までツイッターっていろんなウェブサイトにこうツイートを埋め込んでましたよね。だから、それでツイートに、こうウェブサイトの中にツイートを引用するみたいなことが平よくできたわけです。ところが、ログインしないと見れないっていうことは、そういったいろんなウェブサイトからのアクセスが一挙にこうアクセス拒否になってるわけですよ。ところが、ウェブサイトの側からすれば、拒否でおかしいなって言ってリトライしますので、 何何遍も何遍ももリクエストが飛ぶんですね、うん、で無限ループのように一つのウェブサイトからもうこうなもの大量のリクエストが飛ぶようになって,てでそれを DDoS っていうのはあのウェブサイトに大量のトラフィックを集めてしまって機能不全にするっていうサイバー攻撃の一種なわけですけど意図せずに自分で自分を DDoS してるような状態になってるよっていうそういういやいやで。 セツイッターは埋め込み機能でウェブサイトで、えーえー、入れてるっていうのは多いわけですけどあれがだから確かにログインできないと見れないっていうとあれも表示できなくなるから表示しようとしてっていうもう全世界の今までそういうブログっていうのが今 ツイッッタターにアタック攻撃をかけけててるるみたいなな状況になってるわけです、ね、そうですそうですあでもこれ技術的なことがね、ええ、ある程度分かる人だったらいかにめちゃめちゃうことやってるかっていうのがよく分かりますね、はい、これはね、うん、だから全くのエンジニア組織であれば誰かがそういう施策を出してもいやその施策はこうだからやめようとか変更しようっていう修正がかかるはずだと思います、うん、で修正がかからなかったっていうのはエンジニア組織がちゃんと機能していないっていうことを意味してると思いますね うん、なるほどね。まあ、だからセルフディードス疑惑っていうのはまあなんか要するに、あのー、この 閲覧制限をかけるために自作自演をしているというよりも、<laughs> もうログインの閲覧を何も考えずに停止しちゃったことによって結果的にそうなってんじゃないかっていうぐらい、もうめちゃくちゃなもう企業ガバナンスになってるよっていうことをそう、ね、皮肉っぽく言ってるっていう話なんですね。皮肉っぽく言ってます。企業ガバナンスとしてもまあエンジニア組織の決定としてもちょっと愚かすぎると。 えまあ、誰が愚かなったのか分かりません、まあ、マスクさんじゃないかもしれませんね、なんか別の人がやってるのかもしれませんよ。にしてもちょっとこんな愚かな決断を放置してるってうのは、ちょっとおかしいっていうことですね。